かしく考えすぎだよ。世界には数知れないもので触れてるけどまだ知らない、そんな夢を語り明かした夜。無理して飲んでグラグラして、回った頭で今考えていること、それも本音。周りから見ればただ無謀で、馬鹿らしい夢を叫んでもいいぜ。もしもドラえもんが未来を変えていく、そんなくだらなく空想。夢見てもいいよね、だって現実はいつも夢の向こう側。誰のために生きる人生か明白、俺が一番目立つための映画。あの日流した涙忘れないで、どこへも行こう、昨日より今日も上を目指そう、それでもまだ足りないよ、yeah. プレイムービー、夢を見てるみたいにフィーリング、生きることがシナリオ通り。誰かに何言われたってしょうがない、誰しも何か違って同じじゃない。時に俺の周りが全て、敵になっても運命さ。石になってるのはいつものことが、君みたいな知見で生きるのも悪くないね。みんな生きていくために無理してまで胸張っているんだ。リアリティーズストレンジャーズノーベル、確かめるべきさ君の人生。何も叶えられず終わるなんて悲しすぎるから。